山形県野球場。山形県野球場は、山形県東村山郡中山町の中山公園内にある野球場で、山形県都市公園条例における施設名称は、中山公園野球場、中山公園野球場と制定されており、山形県野球場は通称名として使用されている。山形県内を事業拠点とする、 庄内銀行と日清製薬の2社が共同で施設命名権、ネーミングライツを取得しており、2011年4月1日から、故障を、庄内銀行、日清製薬スタジアム山形、庄内銀行に新製薬スタジアム山形としている施設命名権に関する詳細は口述。江戸時代には、村山地方と省内地方とを結ぶ六十里、越街道、 現在は国道112号や山形自動車道が大体が埼上川周運と交差する結節点だった中山町大麻長崎では埼上川河川敷や自然堤防上に王子のような人の集まる施設を数々設置しており中山公園もその一つであるそのような中山公園内に県野球場が1 9八十年に竣工した以来高校野球や 社会人野球など、アマチュア野球公式戦が行われている。1985年、プロ野球のナイター開催に対応した焦土を確保、できる照明設備が、追加設置された。2005年のシーズンから東北楽天ゴールデンイーグルスの2軍が本球場を本拠地として、使用しており、楽天主催のイースタンリーグ公式戦の多くが、本球場で開催されているほか、パリーグ、 一軍公式戦も不定期で開催されている。楽天が二軍の本拠地としてからは、2006年9月30日と2007年9月29日に、ファーム、日本選手権、2008年8月2日に、フレッシュオールスターゲームが開催された。しかし2008年9月29日、楽天は2006年のシーズンから3年間契約で、県と交わしていた。 本拠地協定を11月30日の満期以降、自動延長しない方針を明らかにした。この協定では、楽天は、イース対公式戦主催試合の半数以上を、山形県内で行うことなどが取り決められていたものの、球団創設の2005年以来、山形鬼軍本拠地とした4シーズンの間は、同県内での主催1試合あたりの平均観客数は、 当初目標としていた1000人に及ばなかった。さらに本球場は一軍本拠地の宮城県仙台市から約80キロメートル離れており、移動による負担がデメリットになっている。楽天はこうした問題点を挙げた上で自動的な契約延長はしない。山形にはこれまで4年間お世話になっており、今後慎重に検討を重ねたいと話した。 その後協議を経て10月16日、楽天はかねてから二軍本拠地の誘致を進めていた宮城県宮城郡理府町にある理府町中央公園野球場を翌2009年のシーズンから二軍本拠地に追加する方針を決定し山形県と理府町に報告。その後11月17日のプロ野球実行委員会で正式に承認され、 本球場は引き続き楽天の二軍本拠地として継続されることになった。ただし前日の問題などもあって、その後の競技で山形県内での試合開催ペースは月間1カード程度にまで削減され、さらに県内で開催する過半の試合の開催地は同じく準本拠地として使われていた同志スポーツセンター野球場となった。2014年には、 山形県内での試合は8試合と過去最少となり、そのうち、本球場での試合は1試合のみで、本拠地としての体を成していなかった。そして2015年の11月に、イースタンリーグからの要請により2軍本拠地がリーフに、正式に一本化され、楽天2軍は本球場から撤退した。春行から30年を経過して老朽化が著しく、山形県では近年、 設備改修を相次いで実施している。2009年のシーズン終了後の改修工事では、フィールドの両翼が91メートルから100メートルに拡張し、2013年春には、スコアボード棟を全面改築し、フルカラー LED 方式へリニューアル。2014年には、外野の天然芝の張り替えと、内野の土の入れ替えが行われた。命名権導入後も、 県条例上の施設名称、中山公園野球場及び通称名、山形県野球場はいずれも引き続き使用している。県は2006年2月、本球場の施設命名権ネーミングライツ購入先の募集を開始。故障に、山形、ひらがな等でもかを含むことを取得条件とし、売却条件は、年額1、0円以上に設定された。しかし、 この1回目の募集では、目い反応がなく、応募企業は現れなかった。そこで、県は8月、野球場を年額800万円以上に条件を減額し、さらに、山形県総合運動公園陸上競技場についても、同に0円以上の条件を設定して、2回目の募集を約3ヶ月間実施。興味を示した企業が数社現れたものの、 野球場は2軍の本拠地であり、また競技場をホームとする J リーグのモンテディオ山形も J1 昇格を逃すなど露出機会の増加見込めなくなった上、施設内容などを考慮すると設定額の割高感が払拭できず、この2回目の募集でも応募企業は現れなかった。2007年2月に実施した募集では競技場のみを対象とし売却条件を年額1、 200万円以上に減額した結果、3月に売却先が決まり、故障を ND ソフトスタジアム山形とすることが決まった。この2月の募集では、野球場については売却を見送っていたが、11月26日から約1ヶ月間、野球場の売却条件を当初の半額となる、年額500万円以上に減額した上で3度目の募集を行った。県は、この間、 県内91社を訪問して売り込みを図り、このうち反応が良かった8社に絞り込んで取得交渉を行ったところ、山形市の座王温泉と鶴岡市の湯の浜温泉で、高宮ホテルグループを転する株式会社貢献や旅館一社が年額500万円。契約期間は2008年4月1日から2011年3月31日までの3年間の条件で取得を決めた。 両者は12月21日に契約に合意し、故障を山形座王高宮ホテルズスタジアム、山形座王高宮ホテルズスタジアムとすることが決定した。高宮旅館の吉岡商事、取締役支配人は、スポーツ振興を目的としているを監視したと取得理由を述べた上で、故障に座王を加えたことについて、スキーシーズンの冬以外にも座王温泉をアピール。 したいと考えたと話した。しかし、この故障は非常に長いため認知されづらくなる恐れがあった。そこで、公典や旅館は命名権取得決定を受け、同社のウェブサイトなどで略称アイデアの一般公募を実施。1月22日に県庁で行われた正式契約を交わす席上で略称が発表された。公募には約130件の案が寄せられ、 その中から選定した結果、山形と座王をイニシャル化し、アクセントとして、マニ、ドットを挿入した、YG、高須田・ YZ、高須田に決定した。なお採用された応募者には、同社グループで利用できるペア宿泊券が贈呈された。報道などでは、この略称のほか、所在地を冠した、山形、高須田などの略称も使用された。 県は2011年春で公典や旅館との命名券契約が満了する東急場について2010年10月25日から12月15日までの間2011年度以降の命名券購入先の募集を行った契約期間は現契約と同様3年間とし契約金額は年額400万円以上と条件を引き下げたこれは 楽天の二軍公式戦の開催数が減少したことや景気低迷が続く経済状況なども考慮したものだったが募集期間中には応募企業はなかった。また公見や旅館も前述の自由や宣伝効果などを考慮し契約更新を見送った。これを受けて県では同年末までの間企業訪問でセールスを進めるなど同一条件での スポンサー探しを続けた結果、鶴岡市に本店を置く、省内銀行と天道市に本社を置く、日清製薬の2社が共同で命名を取得する、意向を県側に示したため、県と共に年末年始にかけて調整を行った結果、両社は2011年1月6日付で正式に共同で応募した。そして1月11日、県と両社は契約内容について、 大筋で合意し、2011年度以降のスポンサーが内定した。契約期間は貢献や予館との契約が満了する。翌日の2011年4月1日から2014年3月31日までの年間。契約金額は年額400万円で、故障は両社の社名を組み合わせた、省内銀行、日清製薬スタジアム山形。公式略称は、商銀。 日清スタジアムとなることが決定した。内定を受け、省内銀行は、命名権者として3年間、県の野球振興に協力していく。日清製薬は、同じ意識を持った、省内銀行と共に、何とか地域の力になりたいと決断したと、それぞれ取得の理由をコメントした。吉村美恵子山形県知事は、同日の記者会見で、両者の思いを受け止め、 施設利用者サービスの向上に努めていきたいと述べた。県と両社は3月7日、山形県庁で基本合意書を締結。県からは吉村知事が、省内銀行からは国井秀夫と取、日清製薬からは大石俊樹社長がそれぞれ出席して合意書を取り交わした。吉村知事は、選手の熱気、観客の大きな声援がスタジアムを包み込む日が来る。 ことを待ち遠しく思っている。みんなで盛り上げていきたいと挨拶した。なお、正式契約書は契約初日の4月1日付で締結した。2014年1月に契約を更新し、2017年3月31日までの3年間、年額500万円で引き続き命名権を保持することとなった。2017年3月、 2020年3月31日までの3年間、年額も変わらず500万円で、再び命名権契約が更新された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。